PDS。Hey guys、まずは京都ね。あち燃えてるなんて。け YouTuber のテレです。京都ね、北海道で。はい、僕と言ったらね、北海道系 YouTuber なんですけど、以前にね、卵でね、北海道なんか温泉卵できないかっていうのをね、3、4年前ぐらいやったんですよ。で、まあ結果ね、動画見ればわかると思うんですけど、微妙なんですよね。いつもなんか中途半端なんでね、中途半端系 YouTuber なんですけど、北海道でポップコーンをね、ポップコーンってやっていきたいと思います。こう、鉄の山を作って、中心にポップコーンやれば、ほんと火山が起きてるようなね、素敵な動画になること間違いないんで、ちょっとやってみましょう。これマグマですから、本当に火山ですよね。マグマグの実ですかね。なんか、ワンピースってさ、なんかあったかい実を食べてるやつ強いよね。熱々の実とかさ、熱々の実とか。で、これ最高73度なんですよね。で、ポップコーンはね、多分ね、100度からなんですよね。けど、これは多分、北海道での暖かさが73度なんで、こう、外に鉄を出したら、多分すごいね、空気が入って温まると思うんですよ、僕の予想。危ないんでね、今回はね、良い子はやんないでください。とりあえずこのね、北海道のね、山をね、出していきます。うわ、黒い黒い。あ、でもこれならいけそう。こんな感じです。真っ黒黒すきを潰したような感じの。今こんな感じですね。そこがめっちゃ熱いです。はい、というわけでね、北海道60個分ね、入れました。めちゃくちゃ重いですね。で、ちょっとね、山になってないんですけど、芋とかね、みかんとか卵入れたら、ちょっと、かさますかなと思って、かさまし団手です。あ、あったかいあったかい。うわ、熱い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 。やばいよ、これ。お、やばいやばいやばい。これもう100度いってる、100度いってる。では、芋入れますか、とりあえず。里娘を入れます。なんか甘いらしいですね。ほいっさ、ほいっさ。うわ、めっちゃうまそうやん。これ絶対できるパティンですよ。もう芋とかは、ポップコーンができなかった時の保険だと思っていいんで、気にしないでください。卵も入れます。みかんも一応。そう、もう一箱はやります。お、すごい、熱気すごいね。うわっ、ほら、もうこれ火山ですよ。で、これもうね、90個はありますね、北海道。ジェイソン、これポップコーンできると思いますか？できる。え？そうやって嘘つくのやめてくださいよ。なんでだよ、なんで聞くね。奇跡を起こせる男なんで。もうこっからね、もうほら、ここ100度ですよ。ほら、熱い熱い。で、ちゃんと見せてなかったんですけど、めっちゃ熱い。カイロ、マグロじゃねえ、マグマ。本当はね、春ダンテとか使いたかったんですけどね、ここはね、マグマでいきましょう。では、ポップコーンをね、置きたいと思います。なんか種まきみたいですね。でもこれマジでさ、ポッパンってなったらね、やばいね。俺、熱気がすごい。あちょ、うわ、熱い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 超熱いよ、今の。ジェイソン君が作ったオリーブオイルフライパンにも、やっときますか。あれ？あ、すごいすごい。いや、やばくね？え、待って待って。おー、え、すごいすごい。80度じゃん。よし、ではポップコーン入れます。フライパンに。あ、やべ、あ、変なやつまで入れちゃった。あ、やべ、あ、ごめんなさい。なんかいきそうな気がする。はい、というわけでね、1時間放置してみたんですけど、もうフライパンね、熱々なんですけど、もうだってポップコーンになんでだよ、お前よ。さつまいもとかみかんをね、掘ってみましょう。よいしょ。さあ、できてるか。卵も割らないようにやんないといけないから。お、さつまいも出ましたよ。うわ、すごい。やばい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 。これめっちゃホクホクやで。鉄分豊富の木をパカッ。あれ、中は柔らかくなってんすけど、なんかうまそうに見えねえな。気のせいか。いただきます。うん、あともう少し。ギリギリ食える。ギリギリまで焼きも。卵は絶対できてる自信がある。ほら、卵すごいよ。はい、汚くてすみません。では割ってみましょう。いきます。ゆで卵になってるでしょう。それか温泉卵。さすがに。うわー、めっちゃうまそうや。黄身がうまい。これは売れる。北海道で作ったゆで卵っつったら、もうみんなね、注文しますよ。ちょっとポプってね、ほら、これちょっとポプってるよ。どう？ちょっとポプってます？あ、丸い？こちらがポプポプポップコーンです。で、こっちがポップコーン。うわー！明らかに違えじゃんこれ。待って待って、あ、でも膨らんでるわ。膨らんでるよね。ほら、確実に膨らんでますよ。あとちょっとだったんだよこれ。あれすごい、なんかやっぱ酸化してんだね。色が全然分かれてるよ、じゃあ酸化してるおばさんも熱いんかね。は？え？何？酸化してるおばさんも熱いんじゃね？燃えてんだ。この砂鉄のように。おおすごい。熱い熱い、めっちゃ熱い。熱いよ、何してんだよ。うん、熱いみかん。食べてみなさい。多分僕の意見、多分誰も信じないんですよ。どうせまたなんか熱い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 、やばいよね。あったかいじゃなくて熱い。でも出されたら食うね。多分真冬とか寒い時とか。ちょっと今年はね、クリーンなダンテでいきたいんですけど、ちょっと下見てくださいよ。いや見なくてもまあそうなんですよ。やっぱね、女性の求める男性ってのは綺麗好きだと思うんですよね。僕はもうそれが全て欠けていて、今日ね部屋を片付けようと思ったのにまだ片付いてないんですよ。清潔感は髪に出るらしいよ。髪。そうなんだ、最近ロン毛になろうと思ってさ。はい、ではね、ぜひみんなもね、カイロ使っていろんなものを温めて、お母さんとかね、酸化を防いでみていただけるでしょうか。いや、さっきさ、よくはみんなやらないでねっつってたじゃん。あ、そうだ。やらないでください。ダメです。PDS 株式会社、チャンネル登録よろしくよろしくよろしくにゃー。動画のグッドボタンもお願いしますにゃー。おいしょ。はい、メガネ小僧ですみません。今日はね別荘にいるってことなんでね、もう夜なんでね泊まっていきたいと思います。で、前もねなんかテントで泊まったことあるんですけど、めちゃくちゃ怖いんですよね。夏場とかね虫がポンポンねこう突っ込んできて、もううるさいんですよ家が。一人だともう怖かったんですけど、今日はねポラと一緒にね、まあ、おねんねするんで、まあ、今日はね大丈夫かなね。めっちゃ静かなんですよね。やっぱ田舎もいろいろ覚悟してたんですけど、ここまで静かだともう怖いっすね。こんなうるさい人さ、俺しかいないと思うんだよね、こんな声でかいやつ。まあ、とりあえずね、すぐに使える、あブルーバシャン、すぐに使えるネグ。まあ、別荘なんでねかっちょいいね。まあ、ベッドとか欲しかったんですけど、それもちょっとねまだ先だと思うんで、とりあえず寝れるものを買ってきました。よいしょ。ハサミね、開けましょう。よし、これ圧縮されてるね結構。お、すごいすごい圧縮されてる。もう空気がどんどん膨らんでる膨らんでる、すごい。いやばいか、これ膨らん、こんな薄かったのにすごい、めっちゃ膨らんでる。やばあ、これなら寝れそうやなあ。ーほんとね、シングルよりねちっちゃい感じですね。まあ一人寝る分にはちょうどいいかな。ほらお前おしっこすんなよマジで。こっちもほらすごいな、こう膨らんだ膨らんだ。おやばいやばい、こんな膨らむんやな。枕と布団やな。これだけだと寒そうだけど、まあちょっとあと何があるかな。あとシーツか。よいしょ。ほっ、お、いい感じやな。で、手を寝ていきたいと思います。寝心地はどうかな。あ、冷てえなこれ。うわ、これ1枚だね。ちょっと寒いな。天井が高いな。広い部屋だと寝づらいですね。狭い方がいいな。でもいいね、天井。では寝てみたいと思います。